浅沼新南寺は、日本出身のエコノミスト、国際公務員。ク運ンロ投資銀行局等代表事務所代表、世界銀行アジア第一局長、一橋大学教授等を歴任した。三重県伊勢市生まれ。1961年、一橋大学経済学部卒業、東京銀行入校。卒業論文では、アルバート・オハー・シューマンの不均衡成長論を研究した。 1964年第3期一部で世界銀行に入行。世銀の一部に参加したのは日本人として初めてで、また当時世銀の日本人スタッフは大倉省から出向してきていた1名のみであった。経済局、局当局、プロジェクト局農業部でエコノミストを務めた。卒論で扱ったハーシュマンのインドでのプロジェクトに参加した後、GHQ で 農地改革を担当した3人のエコノミストのうちの1人で、あるウィリアム・ギル・マーティニア、同じく GHQ で農協設立などを行ったシー高タカハシに支持し、カントリーエコノミストとしての修練を積んだ。1966年から1973年まで東アジア局でエコノミストとして、マレーシア、シンガポール、韓国などを担当。入校5年目には、 マレーシア経済調査団のミッションチーフとなった。その後、ウォールストリートに転身し、クーンローブ投資銀行局党代表事務所代表を経て、1984年世界銀行計画予算局長に就任。1987年から1991年まで世界銀行アジア第一局長として、バングラデシュ、ブータン、ネパール、スリランカを担当した。 退任後、SG ウォーバーグ取締役兼、ウォーバーグ証券東京支店長等を歴任。一橋大学大学院国際企業、戦略研究家経営法務専攻アジア公共政策プログラム教授なども務め、大学同期の石博光学長により設立された、国際公共政策大学院アジア公共政策プログラムの拡充に、 開発関係のネットワークを使い尽力した。1998年国際開発研究者、協会会長。アジア通貨機器では、白石隆京都大学教授、伊藤隆史東京大学教授らと、インドネシア経済政策支援プロジェクトに参加し、経済破綻を防ぐため助言を行った。パリへの都と、 最後通帳世界経済評論インパクト2015.0216木の国屋書店 ABC 浅沼新嗣系層書房 ABCDEF 私の世銀ンことはじめ半世紀前の 1818H ストリート1818 18ソサエティ日本支部 AB 浅沼新嗣リサーチマップハット大学の国際化最前線一橋大学国際 公共政策大学院アジア公共政策プログラム国際開発ジャーナル社2016年5月一所懸命に和風の流儀で世界の課題解決に貢献国際協力機構ありがとうございます